こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ始めていきましょう。うん、あ、なんと、いいか、いい。プー吉、えらい、えらい。これはもうやらない。協会です。討伐証をお持ちでしたら報酬交換できます。お疲れ様です。祭りの裏でこそこそ暗躍してるやつがいるに。ミッションをクリアすると報酬がもらえますよ。頑張ってください。祭りを台無しにするなんて絶対に許せないぞ。まあ、ボス戦はやっとこう。討伐証があれば。祭りの裏でこそこそ暗躍してるやつがいるみたいだ。チケット。祭りの裏。行きに行くです。出陣出陣開けいる
動きが早い。持ってるな。まあとりあえずこれは無料で弾けるんで。お、フッサが来た。ランウェイモデルキャラ。かかるからな。まあ石を貯めとくのもありかな。なんだ？サント。やばいな。ド M の力で世界を守ります。おっさんです。あれ？これは？かわいい。さあ、ハロウィンの夜を一緒に楽しもう。これは新キャラ。何をやればいいのかが分かんないや。やれることが多すぎるんだよな。ありがたい。ライク返しとこう。あれ？何これ？
主人公が。ここはどこ？お客様、お客様。オートで。大丈夫ですか？長い間ぼーっとしていましたけど。ここは椿ヶ丘ですけど、聞き覚えがないですかね。あれ？でもその制服、椿ヶ丘高校の制服ですよね。それはともかく、ご注文はどうなさいますか？そちらのメニューからお選びくださいね。ルフィ？あ。お嬢様、そこまでやらんでも。解決策の規模が大きすぎるのよ。こうすればいいだけでしょ。ほら、貸してあげるからこれ使いなさい。あんた、何いきなりお金を口に入れてるのよ。ほら、ペッてしなさい、ペッて。全く迷いなく口に運んだわね。ルビーって食べるもんなのか。夢落ち？ちょっとそこのあんた、妹にいきなりぶつかっておいて謝りもしないの？お兄ちゃんくん、お兄ちゃん。なんだ、あんただったの？気をつけなさいよね。確かに。行くわ。こんなところで明かりをピョンってするなんて。ちょっとどうしたのよ。いきなり明かりの肩を掴んだりして。ランドソルって何ですか？何かのゲームの話？だったら私は知らないけど。新作？私が見ていたことに気づいて、ごめんなさい。ちょっと重い。なんか急いでいたみたいなので声をかけそびれていたら。え、ランドソルですか？すみません、聞いたことありません。でもランドソルのことわかんないんだな。そんな勢いで迫られるとは。え、聞きたいことがある。スイペかな。それはまさか、クーカのあんなことやこんなこと。違う。ランドソル、何ですかそれは。ドレスさんのことです。
始めようというのですね。あれ、トエさん、トエさん、どこに行ってしまったんですか。リマ、リマ。なんでリマいるんだよ。誰かな。すごく真剣な顔で考え事してますね。じゃあこうです。うん。ペコリーヌ？輸入されてきたな。やっと気づいてくれましたか。声だけで気づいてくれるなんて嬉しいですね。はい。あなたですよね。私です。美食殿のペコリーヌです。ペコリーヌはランドソル知ってるわけか。リメンバー、僕の願いが紡ぐ先。え、なんか別のイベントが始まった。イベントがあって、クエストを攻略するとアイテムが手に入るんだって。もらえるものはもらっておきましょう。クラマトラまだ開催前だな。諸君、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。諸君、手をつなぐです。これでニーナンと将軍は固い絆で結ばれたです。どのイベントなんだこれ。流される前に言ってるよね。倒せないと思う。
楽しんじゃったぞ。まあいいか、祭りはまだ始まったばかりだからな。悪党の活躍は明日にとっておくか。なんだ君は、わけのわからないことを。おい、何をする気だ。やめろ。うわ、なんだ今の声。誰かが襲われたのか。どんなちんけな悪党か知らないけど、私のそばで悪さかましたのが運の月だったな。よし、祭りの続きといくか。大悪党ノエム様参上。天道破断剣のサビになりたいやつからかかってこい。誰？にはヤバい女なんていくらでもいるしな。おい、その男から手を離せ。祭りの日に人を襲うなんて三流悪党のすることだぞ。襲う？急に現れて何を言い出すのかと思えば勘違いもいいところで、これは救済よ。しょ、救済は？救済？顔を思い切り掴むことのどこが救済だって言うんだ。ド M。 やった、やったぞ。お、なんだこいつ。襲われたってのになんで嬉しそうなんだ。しっかりしろよ。うおー、ビーチベースボール全国大会出場だ。俺は今猛烈に感動しているぞ。巨人の星。幸せのただ中にいるのだから、現実なんてまるで見えていないもの。は？何言ってんだ。あんまり難しいこと言うな。まあいい、とりあえずお前をぶっ飛ばす。大悪党と会った悪運を呪いやがれ。よく見るとあなた不幸そうな顔してるわね。大きな悲劇に見舞われ、過去の思い出にすがって生きている。違うかしら。お前正解みたいね。でもバカにする気はないわ。むしろあなたは正しい。夢や希望を胸に生きても、現実はそれをたやすく否定する。待ち受けるのは絶望の未来よ。ならばいっそ永遠に幸せな思い出に浸っている方がいいと思わない？確かに。そんなことできるわけ。できるわ。私たちなら。私たちはそのためにここへ来たのだから。さっきの男を見たでしょ。とっても幸せそうな顔。それが何よりの証拠よ。こいつただの頭のおかしいやつとは違うぞ。強い信念と、それを叶えられる力を持ったやつだ。さあ、あなたも楽園の住人にしてあげるわ。こいつ、早い。捕まえた。な、何すんだ。離せ、この野郎。逃がしはしないわ。さあ、楽園へ行きましょうか。こいつ、なんかやばいぞ。このままじゃまずい。そうだよな。なあ、もう知らん。悪党のバカバカ。いい加減に機嫌直してよ、ノエム。ほらこれ、さっき拾った棒、いい感じだろ。君にプレゼントだ。おい、私がそこら辺に落ちてた棒なんかに釣られるとでも。待てよ、よく見るとかっこいいぞ。長さも感触も悪くない。おい、オクト、いいセンスしてるな。
ちが守ってくれたのか。それに、なんで奥藤との思い出が。奥藤今何やってんだ。今のってこの子の思い出なの。あなた面白いわね。少し興味が湧いたかも。だからこれちょっと借りておくわ。いつの間に。おい待て、私のブローチだぞ。返せこの野郎。返さない。パパ見て、僕また100点取ったんだよ。あんた、いい食べっぷりだね。見てるだけで幸せになってくるよ。サービスしてあげるから、いっぱい食べな。コリーナ。マジかよ。初孫ができて幸せじゃ。嬉しい。こんな素敵なプロポーズ、夢みたいだわ。よかったよかった。このままじゃあいつ捕まっちゃうぞ。はい、こっちだ。こっちに来い。いいから早く。行ったな。大丈夫か？何かされてないか？よし、いつものぼやっとした顔なら平気だな。ぼやっとした顔。ああ、なんか永遠に幸せな思い出に浸ってるとかなんとかってことらしい。実はな。ってことみたいだ。え？私があったその女の仕業で間違いないと思うぞ。私に聞かなかった理由？そんなの知るか。とにかくお前はどっかに隠れてろ。危ないからな。え？ペコリーヌに何かあったのか？そうか、団員たちの話を聞いてお前と二人で町を調べ始めたんだな。そしたら町の人たちに追い回され始めて、いつの間にかはぐれちゃったってわけか。あんま気にすんな。町の人相手に手が出せなかったんだろ。お前ら優しいからな。しかしペコリーヌまでいなくなっちゃうなんて結構やばいことになってるな。くそ、ブローチを取り返さなきゃいけないってのに、こんなんじゃ動きたくても動けないぞ。無事なやつと一緒に行動した方がいいかもしれないな。今のところ私らだけじゃどうすることもできないし。おい、お前行ったそばから離れるなよ。友達？おい、あれってつむぎか？もう一人も確かカルミナってアイドルの子だよな。カルミナってのは戦闘もお手のもんなんだろ。こんな状況だから連れは多い方が心強いぞ。なんだか様子がおかしいぞ。まさかさっきの女が言ってたみたいに思い出を。え、みんな私の歌で幸せになってるんですか？そうか、私こんなにたくさんの人々に歌を届けられたんですね。今日はこれまでで最高に幸せなクリスマスです。それも全部あなたがそばにいてくれたからですよ。素敵な一日をありがとうございました。メリークリスマス。
んじゃないかと心配してましたけど、本当に立派になりました。うん。つむぎが育てた子たちと作った衣装を着た人たちが歩いてる。この光景を見られただけでも、今年のハロウィンは本当に良かったよ。私もレイ様と一緒に歩けるなんて、お、ユリカ？誰？行きましょう。おい、なんだか怪しい場所に来てるけど、本当に信用して大丈夫なのか？確かにこの辺は善良な一般市民は近づかないところだ。怪しいのは否定できないかもな。っていうかさ、流れで君と一緒に連れてきたけど、このちっこいのは迷子か何かか？誰が迷子だ。大悪党に向かって、なんだその口の聞き方は。ははん、どうやら痛い目見たいようだな。お、喧嘩か？喧嘩だよな。いいぜいいぜ、喜んで買うぜ。あ、そっか、悪かったよ。俺はカヤ、喧嘩屋だ。よろしくね。喧嘩屋。ああ、よろしくね。私は大悪党だ。さて、そうこうしてるうちに到着だ。ここって？ロンクーファミリー、そしてドラゴン族のギルド、ドラゴンズネストのアジトだ。茶の一つも出せないけど、まあゆっくりしてってくれよ。かやぴ、おかえりなさいです。お、お兄さん。へへん、この私が簡単にやられるわけないですよ。何せ今やボスの座に一番近い女ですからね。半泣きで俺の名を呼んでおいてよく言う。よかった、無事だったんだね。よかった、はぐれてしまってからずっと心配してたんですよ。二人ともおかしな連中に追われているところにばったり会ってな。アジトに帰るところだったからついでに保護したんだ。私はチカと紬を探してたの。ライブ終わりに不審者がいたって聞いて二人が様子を見に行ったんだ。でもそれっきり帰ってこなくて、私も後を追ったらだんだん町の人たちの様子がおかしくなって、散々追い回されてたところをカヤさんに助けられたんだ。カヤさんはやめてくれ、くすぐったいぜ。カヤでいいよ、カヤで。そう、
それじゃあ遠慮なく。ありがとうね、カヤ。あくまでついでだったからな。気にすんなよ。カヤピー、天下のアイドルのぞみに気安すぎるですよ。いいんだよ、いなりさん。こんな状況だから気軽なおしゃべりがなんだか落ち着くんだ。それとギャングのアジトってちょっと怖いイメージだったけど、いのりさんみたいな可愛い子がいてくれたから安心したよ。うん。のぞみが私のことが可愛いって。アイドルのリップサービスを真に受けてんじゃねえよ。私もあなたとはぐれた後、ずっと隠れながら逃げ回っていました。どんな事情があろうと、国の代表が民に刃を向けるわけにはいきませんから。町の皆さんが大変な時に逃げ回るしかできないのはとても心苦しかったです。そう落ち込むな。お前が無事なのは国にとってはいい知らせだぞ。まあそれはそうなんだけど。なんだ、なんか気になることでもあるのか。俺の見た限りじゃ今ランドソルは相当ヤバい状況だ、うん、なんなら陥落寸前かもしれない。そんな、だってナイトメアやカオン、他にも強い人がたくさんいるのに。強くても町の人間相手に抵抗できなきゃ、いずれ数で押し切られちまうんだろうな。現にナイトメアに何か起こったから王女様自ら動いていたんじゃないのか。うん、はい。不審人物の目撃情報、それと行方不明者も出ているって団員さんたちが話しているのを聞きました。調査に赴いた団員さんたちも戻ってきませんし。それでたまたま俺が通りかかってよかったぜ。あんたまでおかしくなったらいよいよ終わりだったからな。かや、他にも何か情報はないのか。残念だけどさっぱりだ。こういう時に頼りになりそうなボスが不在だからな。敵の正体、数、目的、何も分かんないぜ。とにかく手ごわいってことは間違いなさそうだ。じゃなきゃ騎士団がそう簡単にやられるわけないもんな。わからないことだらけですが、特に町の人たちに起きている現象は何なんでしょう。みんなニコニコして話も全然通じないですし、近づくと大勢で押し寄せてきます。町の人たちにあんなことされるのはかなり辛いです。ああ、知り合いや仲間があんな風になってたらショックだよな。そっか、チカとつむぎも襲ってくるから戦おうとしたけど、こいつに止められてさ。ガヤと合流したのはその時だ。君のせいじゃないよ。それにあの二人なら大丈夫。カルミナはこんなことで負けたりしないんだから、絶対にね。先にカルミナに会ったのがお兄さんたちでよかったですよ。カヤピーなら迷いなくぶん殴ってましたよ、きっと。おいおい、本気で殴ったのはファミリーのやつだけだ。仇には最低限の抵抗しかしてないって。そういえばお前たちギャングだったな。ファミリーなら他の仲間はいないのか。残念だけどうちも他と同様だ。今動けるのは俺と祈りしかいないよ。あと、とっ捕まえたやつが別の部屋で縛られてますけどね、うん、じゃあその人から何か聞き出せないかな。そいつは難しいな。ぶん殴られても全く正気に戻る気配がないし、俺と祈りじゃこれ以上手荒な取り調べはできない。でもあいつらは多分思い出の一場面、しかも
幸せなそれを繰り返し見続けているみたいだぜ。幸せな思い出ですか？ああ、同じ言葉を繰り返して常に笑顔なのはそのせいなんだろうな。ってことは、あの女が言ってたことは嘘じゃなかったのか。ねえ、おかしくなっちゃった人たちがこんなにも増えちゃったのって、幸せになった人たちが仲間を増やしてるってことなのかな。かもしれませんね。襲われた人がまた次の人を襲って、それが街中で起これば一日でこんなにも増えたことも納得です。襲われるって言ってもな、見たところ怪我人はいないんだ。相手に触られたりすると危ないって感じかもな。確かに。念のためこちらからの接触も避けておいた方がいいかも。わからないことだらけだし、気をつけるに越したことはないからね。ああ、うちのファミリーのやつは用心して連れてきたぜ。暴れ回らないように縄で縛って引っ張ってきたから、俺たちは大丈夫だと思う。それにしても思い出を見続けるってどんな感じなんですかね。傍から見ればヘラヘラして気持ち悪いけど、人によっては幸せに感じるかもしれないですよ。でも、もしランドソル中の人がこのままずっと思い出を見続けていたら、国は滅びるだろうな。考えたくもないけどさ。そう、あの女、これのどこが楽園だ。やっぱあの時ぶっ飛ばしておけばよかったぞ。あの女？無意味、もしかして何か知ってるのか？なあ、実はな。なるほどな。そんな一悶着があったのか。接触でおかしくなるってのは間違いなさそうだな。それにしてもすごいな、無意味。どうしてそいつの攻撃が効かなかったんだ？そう聞かれてもな、一瞬のことでよく分かんなかったし、私が知りたいくらいだ。むいみちゃんが会ったその人、きっとライブのスタッフが言っていた不審者なのかも。とりあえず私はあの女を追う。町の人たちも心配だけど、まずは大事なものを取り返さなきゃ。あれ、大丈夫？ああ、ちょっとめまいがしただけだ。気にしなくていい。昼からずっと歩き回ってたからな。いきなりこんなことが起きたせいでちょっと疲れただけだ。ならいいんだけど、あまり無茶しないでね。いや、ここは無茶する。私はあの女からブローチを取り返す。その後はあいつを懲らしめて町の人を元に戻させる。よし、これでいくぞ。我ながら完璧な作戦だ。はっはっはっは。うわ、ギャングも真っ青の脳筋ですね。さすがに考えなさすぎだよ。そうか、そんなことないと思うけどな。いや、悪くないと思うぞ。考えなしなのは確かだけどさ。え、ホヤピー？現状打つ手なし。かといってこのまま籠城したところで、ここがいつまでも安全だなんて保証もない。だったら今動いて首謀者を探して締め上げてやるんだ。特に無意味はその女の攻撃が効かなかったみたいだからな。今度は俺がサポートするから突破口を開いてやろうぜ。うん。お前話がわかるな。この私に任せとけ。これだからバトル野郎は。二人の言ってることはまあわかるですよ。
番かん？まあ今回は祈りにはちょっと厳しいかもしれないしな。はあ、まるで私がビビってるみたいじゃないですか。行きますよ、行くに決まってるですよ。ねえ、私も行っていいかな。マジか、さすがにアイドルの出る幕じゃないんじゃねえのか。お、知らないの？カルミナは歌って踊って戦うアイドルユニット、決して遅れを取ったりしないんだから。っていうか反対されても行くからね、絶対。だってチカとつむぎがやられたっていうのに一人だけじっとしてらんないよ。カルミナのリーダーは伊達じゃないってところ見せてあげる。まあ君がそう言うんならいいけどさ。大丈夫です、いざという時は私がのぞみんを守るです。頼もしいな。ありがとうね、祈りさん。それじゃあ私も。いや、ペコリーヌはここに残っててくれ。お前がやられたらランドセルが本当に終わっちゃうからな。うん、でも今回はお前の出番はない。だって町の人と戦えないだろ。つまり足手まといだ。分かってくれるか？分かりました。国の危機なのに何もできないのが歯がゆいですが、お姫様らしく皆さんの無事を祈って待っています。どうかお気をつけて。倒れた音だろ。たく、ビビりすぎだぜ。祈り、さっきは煽って悪かったよ。アジトに戻って王女様を守ってろよな。全然怖くなんかないですが。っていうかランドソルの危機にこのメンツじゃ心配で戻れやしないですよ。確かにアイドル、ギャング、自称悪党、一般人ってのはなかなか寄せ集め感あるよな。まあ確かにレアな顔ぶれかも。普通に過ごしてたらまず出会わないよね。私はそんなレアな顔ぶれと全員知り合いなお兄さんがちょっと怖いですけどね。何食ったらそんな出会いがあるですか？そうか、私はワクワクしてるぞ。お前たちは古い知り合いに似てるんだ。そいつらと一緒に戦えるみたいな気がしてなんか悪くないんだよな。知り合い？ん？ああ、一人はカヤみたいに喧嘩っ早い男だ。おまけにガサツでやかましくてめんどくさいやつなんだ。おっと、これは遠回しにディスってんのか？そんなやつだけど、まっすぐで強くて頼りになるんだ。カヤを見てるとなんとなくあいつのことを思い出すんだよ。どこのドイツか知らないけど喧嘩の違いはありそうだな。今度会ったら喧嘩屋が面かせって言ってたと伝えといてくれ。じゃあ私も古い知り合いに似てるの？もちろんだ。カルミナってクリスティーナがプロデュースしてるんだろ。そのおかげかお前見てるとあいつの姿が重なるんだよな。私とプロデューサーが？
嘘全然似てないよ。た確かに多少わがままなのは認めるけど、プロデューサーのワンマンぶりに比べれば可愛いもんだよね。それにプロデューサーは美人系でしょ。私はほらアイドルだから全然系統違うって。そういう話じゃなくて、自分の信念にまっすぐでブレないところが重なるんだよ。うん、あのクリスティーナがわざわざ目をかけてるんだ。きっとあいつも心のどこかでそう思ってるのかもしれないね。ふん、そうなんだ。私とプロデューサーがね、悪くないかも。それにお前はアキラのプリンセスナイトだもんな。たまたまだけど、私の知り合いに近い奴らが集まったってわけだ。そういうわけで、なんだか懐かしくてワクワクしてるんだよ。だから変な組み合わせだけど、居心地は悪くないぞ。あの女どこにいるんだよ。どうした？探すとは言ったけど、よく考えたら手がかりなんて何にもなかったぞ。確かにそう簡単に見つかるわけなかったか。ちょっと考えがなさすぎたな。この脳筋コンビは。あれ、向こうから声がしない。この声、チカとつむぎだ。おい、待て、一人で行くな。よく考えたら私、あなたと出会ってからちょっと大胆になってるかも。でもそれがなんだか嬉しいんです。盛り上げていきますからね。皆さんも全力でついてきてください。君たちの言ってたこと本当だったんだね。うん、ショックじゃないと言えば嘘になるし、目も背けたいけど逃げないし、逃げたくない。二人をあんな風にしたことに対する怒りの方が強いかも。それにチカたちに他の人を襲ってほしくないからね。本当は戦いたくないけど、ここで捕まえてアジトに連れて帰ろう。へえ、結構肝が据わってんだな。仲間の姿を見て取り乱すかと思ってたよ。ハートが強くなきゃアイドルはできないからね。やろう、みんな。あんま楽しい喧嘩にはならなそうだけど、仕方ないな。俺たちはサポートに回る。頼んだぜ、ムイミ。分かってますか？相手はみんなのアイドル、カルミナですよ。傷つけたりしたら絶対に許さねえです。難しい注文するのよな。でもまあ、悪党的にはこういう展開の方が燃えるぞ。やってやる。おい、お前たち仲間が欲しいんだろ。だったら私を捕まえてみろ。ん？糸と召喚術の合わせ技、厄介だな。これじゃなかなか近づけないぞ。つむぎ、チカ、目を覚まして。前に出すぎるなよ。触れられたらアウトだと思え。もうやけくそです。あっと、危ない危ない。やるじゃんカルミナ、歌って踊って戦うアイドル、伊達じゃないな。でしょ、二人とも本当にすごいんだから。捕まったらアウトだからね。ヒットアンドアウェイで気をそらさなきゃ。ワンツーワン
強い。聞いてない？手加減しすぎたか？でも本気でやるとあいつらを傷つけちゃうしな。おい、一時退却だ。これじゃ首謀者を見つける前に消耗しちまう。作戦を考え直した方が良さそうだ。しただけだ。そうか、なら来るまで。俺もフラッとしちまったぜ。のぞみは大丈夫か？大丈夫。すぐ収まったからもう平気。だよ。楽園への扉は開かれた。あの子はもうすでに足を踏み入れているわ。もっともそれはあの子だけじゃない、あなたたちもね。ああ、なんだてめえ。お前、そっちから来てくれるとは助かったぞ。探す手間が省けたな。ということはこの人がチカたちを。楽園への扉はすでに開かれているというのにまだ頑張るつもり？早く幸せになったらどうかしら。彼らみたいにね。この私が隊長に選ばれた。命を懸けてこの任務を全ういたします。俺が陛下の護衛に。うわー、死ぬ気でやったるぞ。ナイトメア、本当にやられてたんだね。クソ、束になって攻撃されたらまずい。接触されたらやられる。数には勝てっこない。カヤ、のぞみ、弱気になるな。これじゃあいつの思うツボだ。おい、お前、なんでこんなことしてるんだ？みんなの幸せのために行動しているのに、そんな恨み骨髄な目で見られるのちょっと悲しいわね。いいわ、今のうちに少しお話ししましょうか。私はミラ。人々から未来という絶望を排し楽園へと導くためやってきたわ。絶望、未来か。お、
お、道に迷っていたところを助けてくれたことには感謝します。ですがやっぱりあなたは怪しいです。怪しい変態不審者さんです。キサランクが上がった。キャナのあれか。私のことバカにしてるよな。どうせ働くの嫌だとかで本気出してないだけだろ。ってことでちょっと調べてやろうと思ってさ。おい、見つけたぜお前ら。俺と勝負しろ。うわ、いつの間にこんな近くに。ノエムさ、気づいてて黙ってたでしょ。さっきあっちから走ってくるのが見えたからさ。いいぜ、受けてやる。オクトーがな。なんで僕がそんなことしなくちゃいけないのさ。やだよ、めんどくさい。こうでもしないとお前の本気が分かんないだろ。構わないからやっちゃえ。どっちが相手でも俺はいいぜ。二人がかりでも上等だけどな。嫌だってば。僕はここらでバイバイさせてもらって。ノエム、逃げるの邪魔しないでよ。いや、逃がさないぞ。今日こそお前の本気見せてもらうからな。いい加減覚悟しろ。あら、うわっ、ちょ、僕は頭脳労働担当で肉体労働は向いてないんだって。いや、お前は本当の力を隠してる。私にはわかるぞ。だからそんなのないってば。ノエムはさ、なんでそんなに僕に期待しちゃってるわけ。そりゃお前、私の相棒なんだから強くないとな。ジョキト、前前。俺様相手に油断してんじゃねえよ。もらった。よっしゃ、いいの入った。おい、私の相棒に何すんだ。なんでだよ。いたったった。ああ、背後からかなりいいの入っちゃったね。大悟のやつ気絶しちゃったぞ。どうしよう、オクト。まあ二人がかりでもって言ってたし、油断してたのは大悟の方だしね。僕らは悪くないんじゃない。そうだよな。とりあえずここは逃げちゃおう。ストーリーイベントを楽しめちゃいますよ。
私どうしてここにいるんでしょう。早くみんなのところ。ミッションをクリアして報酬をゲットしましょう。私どうしてここにいるんでしょう。早くみんなのところに帰らないといけません。あ、でもなんだか美味しそうなものばかりでやばいですね。ちょっとだけ。諸君、手をつなぐです。これでニーノンと将軍は固い絆で結ばれたです。やばい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 。ギリギリだ。本当だ。あ、死ぬ。ようやく倒した。エンジェルの力どうでした。
界が絶望？どういうことだ？何わけわかんないこと言ってんだよ。まず勘違いをしているようだから言っておくけど、私たちのやっていることは侵略ではないわ。これは救済よ。行かれてんのか？こんなことしでかしておいて何が救済だよ。混乱を招いたことは申し訳ないと思う。でも人々を救うという意思に何の偽りもないわ。現に私たちは誰も傷つけていない。ただ幸福をもたらしているだけだから。こんな状態が幸福なの？その通りよ。あなたたち未来に夢や希望があると思うかしら？当たり前じゃない。未来は夢であり希望。自分が望む未来のため努力する。多くの人はそうでしょうね。でも望んだ未来にたどり着ける人は果たしてどれだけいるのかしら？努力は必ず実る。そんなことはありえない。違うかしら？それは否定はできないかも。アイドルやってるからわかるよ。アイドルを夢見てどれほど努力してもステージに立てるのは一握り。夢破れて去っていく子たちを嫌というほど見てきたから。そう、ほとんどの人は理想の未来は叶わず妥協した日常に落ち着く。それならまだいい方ね。未来を信じて生きてきた人々に現実はたやすく絶望を突きつける。これまでの努力、生き方が何の成果も得られなかった時、そこに残るのは後悔と絶望。そんなものを抱え生きていくのよ、死ぬまでね。ねえ、一体未来のどこが素晴らしいのかしら？そうだ、叶うかどうかは関係ない。人は未来へ向かって進むことしかできないんだからな。なんてったって過去に閉じこもって生きるなんてことできるわけ。あ、気がついたみたいね。そう、私たちなら楽園の導き手ならそれが可能よ。辛い現実が待ち受ける未来へ進むことなく、幸せな思い出の中にとどまることこそ真の幸福じゃないかしら。だから私たちはこの町にやってきた。人々を楽園の住人にするために。勝手なこと言いやがって。絶対止めてやるからな。無駄よ。あなたたちさっきふらついていたわよね。もう楽園の扉の前に立っている証拠よ。あなたはあの時完全には私の能力を防げなかったようね。それに楽園の住人が放つ幸せのエネルギーは周囲のものにもその影響を及ぼすの。なんだって？あなたを中心に仲間にも影響が及んでいるわ。体に兆しが現れたらもう止めることはできない。あとは住人同士の連鎖で街中に広がっていくだけよ。はいな。くそ、俺と祈りはバックレたやつを捕まえた時にはもう。待て、なんで私はすぐに楽園の住人にならなかった？お前に直接攻撃されたんだぞ。正直それは私にもわからない。本来なら過去に強い思い入れがある人ほどその進行は早いはずなんだけどね。ブローチに触れた時に見えたあなたの思い出の中にいた男性、あなたにとって大切な人なんでしょう。言わなくてもわかるわ。彼との思い出をあれほど大事にしているあなたがなぜこうも楽園を拒み続けられるのか、興味は尽きないわね。やっぱり君はどういうわけか抵抗力があったってわけだ。完全に防ぐことはできなかったみたいだけど、そいつはでかいぜ。そうなるとここで無意味を失うわけにはいかないが、この状況はかなりヤバいな。お前たち、ここは私に任せろ。
何言ってんだ、そんなフラフラの状態で君がやられたら終わりなんだぞ。大丈夫だ、私にはあいつの力は効かない。だからお前たちは早くメミちゃん、私は大悪党だ、仲間に守られて逃げるなんてできない。そんなのは三流の悪党のすることだ。それに私の前から消えるのは相棒の悪党だけで十分だ。ったく強がってる場合じゃねえだろ。でもこいつちょっとかっこいいじゃねえか。へばってる場合じゃないぞ。あれ、どうにかしてこのピンチを切り抜けなきゃ。あなたたちもフラフラなのに頑張るわね。素敵な仲間じゃない。ああ、だからこそお前に負けるわけにはいかない。ミラ、確かにお前の言う通りだ。私はずっとオクトーとの思い出ばかり見返してる。人から見ると昔のことばっかり考えてるやつ。つまりお前と似てるのかもしれないけどな、どんなにいい思い出も昔は昔だ。見返してる時は楽しいかもしれないけど満足はできない。だから私はオクトーを探し続ける。あいつとの新しい思い出を未来で作るためにな。いいこと言うね。うん、その通りだと思う。私もアイドルとしてファンにキラキラな思い出を作ってほしい。そうやってこれまでずっと頑張ってきたんだ。でもその思い出に縛られてほしくはないよ。私はカルミナは常に最高を更新し続ける。未来でもキラキラの思い出を作ってほしいから、こんなところで立ち止まってられないんだ。俺は二人みたいにそんな大層なもんは持ち合わせちゃいないよ。でもな、俺たちドラゴン族ってのはおかしな記憶に悩まされてる。だからさ、君や祈りたちと過ごす今ってのが存外大事でさ、未来ってのは今のその先にあるものだ。今が楽しくなきゃ素敵な未来なんてのはきっと来やしない。だからさ、その大事な今を奪われるっていうなら許さねえ。お前たち、こういうの熱くて私は好きだ。それじゃ行くぞ。なぜなの、もう立っているのもやっとのはずなのに。どうして、放っておいてもいずれ楽園の住人になるけど、この子、あなた名前は？ノエムだ。ま、今は無意味で通ってるけどな。そう、それじゃあ無意味、私の手で楽園に迎えてあげる。うん、今度こそこちらへいらっしゃい。お、断る。私たちは未来へ進む。だから邪魔をするな。ミラの力に無意味が抵抗してるのか。何これ、あなた一体何者なの。覚えとけ、私は世界で一番の大悪党だ。大悪党が簡単に言いなりになるわけあるか。でもムイミちゃん苦しそう。このままじゃ押し負けちゃう。こうなったら俺らで無意味を支えて押し返すぞ。君も力を貸してくれ。おい、かつこめ無意味。いける、いけるよ。ただの力比べならいざ知らず、そんなものは何の意味もない。
ないわ。いや、そうでもないぞ。おかげで元気100万倍だ。助かったぞ、お前たち。ミラ、お前の企み、私たちが全部ぶっ潰す。なんだこの感じ、無意味から伝わってきてるのか。体にのしかかっていた嫌な感覚が消えていくよ。いや、消えていくっていうより変わっていく。それも真逆になっていく感覚だ。これならいけるよ、カヤ。ああ、やるぞ、のぞみ。無意味、見せてやる。これが未来に進む力だ。はあ、なんだ。この状況で生まれた力だ。きっと何かの意味があるんじゃないか。な、そうだな。どんな力か試してみるぞ。うん、やってみよう。姿が変わったところで関係ないわ。私のすべきことはあなたたちを楽園に迎えること、ただそれだけ。でも一応警戒はさせてもらうわ。さあ、あなたたち、彼女たちを導いてあげなさい。あれ、ここは私は一体何。時に戻った。町の人たちを元に戻すって言うなら見逃してやってもいいぞ。正直予想外な展開だけど、理想の前には障害がつきもの。大した問題ではないわ。それにしても無意味。幸せな思い出に強く執着しながらも同時に未来を切り開く力を開花させたあなたはやはり興味深いわ。褒められても嬉しくもなんともない。待って、ええ、ちょっと予想外のことが、うん、誰か通信してる。お前誰と話してるんだよ。そう、分かったわ、すぐ戻るから。残念、呼び出しが入ったから今日はここまでね。
逃がすと思ってんのか。言ったでしょ、私たちは侵略ではなく救済に来たって。こいつ涼しい顔でかわしやがった。見かけによらず相当な場数を踏んで。そうだな。それではいずれまた。待て、話はまだ終わってないぞ。ブローチを返せ。あれ、ここは、あ、いつの間にか夜になってる。チカ、つむぎ、元に戻ったんだね。よかった、本当によかった。のぞみ、なんで泣いてるの？てか、のぞみさん、その衣装何着たんですか？私が作ったもの以外の衣装を。しかし、アイドルらしい華麗さの中に潜むほのかなセクシー。悔しいですが、いい解釈してますね。起きたばかりでこれなら大丈夫だね。おい、一旦カルミナ連れてアジトに戻ろう。二人をこのままにしちゃおけないだろ。そうだな。そうだな。ミラと戦える力は手に入ったし、前には進めたぞ。一緒にいたから影響を受けてるはずだ。さっきこいつで試したら具合が良くなったぞ。ええ、そういうことなら。でも皆さんのその力、一体何なんでしょうか。私も以前いきなり新しい力が発動して変身したことがあるんです。その時は彼の力が溢れたからだったんですよね。いいんですよ、全然。一件落着したんですから。でもあれはすごく扱いの難しい力だったんです。だから皆さんの返信もちょっと心配で。確かに。別に今のところ問題がある感じはしないけど、まあわからないってのは同時に不安でもあるかもな。そうか、ピカピカで強い、かっこいい。ミラの力にも負けない。それでいいだろう。あ、相変わらずシンプル思考。この力は多分いろんな偶然が重なって生まれたものなんじゃないかな。ああ、ミラの力に反発する形で俺たちの思いが力になったって感じだったよな。そこに君の強化も加わって変身できたんだね。だとすると、その力が使えるのはノエムちゃんたちだけってことになりますね。だな。あんな偶然二度と起こせないし、これ以上戦力は増やせなさそうだ。私たち三人だけ
なかなかハードな戦いだね。三人もいるの間違いだろ。私はカヤとのぞみがいてくれるなら何の不安もないぞ。っていうか、暗くて難しい話はもういいだろう。さっさとペコリーヌを解放するぞ。そうですね。それじゃあお願いします。それじゃあ私、思い出にとらわれてニコニコヘラヘラしながらみんなを攻撃してたってこと？しかもそんなみっともない姿をよりにもよって騎士さんに見られたなんて。地獄です。まあまあ、でも敵にやられたとはいえ、ご迷惑をかけたことは間違いありません。本当にすみませんでした。仕方ないよ。今回はたまたまチカたちがやられただけで、タイミングが悪ければ私も同じ目に遭ってたはずだし。ああ、今回の事件はランドセルのほとんどのやつが被害者になるかもしれないからな、気にしなくていいぞ。だとしても頭きますよ。のぞみさん、私もお手伝いさせてください。そうですね、ご迷惑をかけてしまった借りは返しておきたいです。チカ、紬、ごめんね。ミラに対抗できるのが私たち3人だけなの。下手に行動するとまた楽園の住人にされちゃうかもしれないんだ。だから今は落ち着いててほしいな。でもそれに2人とも本調子じゃないよね。楽園の住人になった影響と私たちとの戦闘でかなり消耗してるはずだよ。それはお二人の歯がゆい気持ち分かります。私も王女として協力できないことがとても悔しいです。だから私たちが今できることはノエムちゃんたちの帰りを待つことです。絶対に帰ってくる皆さんにお帰りなさいって言いましょう。はい、任されちゃいました。美味しいものをたくさん食べてもらって二人を元気にしちゃいます。チカ、紬、お願い、二人がここで待っていてくれると思うと私すごく頑張れるから。だから、はあ、やれやれですね。リーダーにそこまで言われたら従うしかないですね。こちらはお任せください。日常を取り戻し、再びライブをするためにもどうかお願いします。よし、話がまとまったならさっさと行こうぜ。無意味もブローチ取り返したいだろ。ああ、これまでやられっぱなしだったからな。こっからは反撃と行くぞ。待って待って、気持ちはわかるけどちょっと落ち着かない？今日はいろんなことがありすぎてもうヘトヘトだよ。それがいいですね。現状対抗できるのはあなたたちだけ。ならば万全の体制で臨むべきです。あなたたちだけが希望なのですから。王女様にそう言われちゃ仕方ないな。俺は寝る。お前らもしっかり休んどけよ。よし、これでこの辺りは大体片付いた。カヤとのぞみも町のあちこちで頑張ってるはずだ。こうやって片っ端から住人を解放してけばミラの方から出てくるに違いないぞ。あいつの力はもう効かない。ブローチを取り返せるのも時間の問題だ。もう一暴れするぞ。なんだ、お前気になることでもあるのか？ミラに仲間がいるかもしれないってことか？そういえば誰かと通信魔法で話してたみたいだったな。けどいたとしてもそんなに多くないと思うぞ。
怪しい奴がたくさんいたら、ナイトメアももっと早く動いてただろうからな。ま、敵の数なんか関係ない。私の邪魔をするなら、天狼破断剣でぶった切る。それだけだ。これはいい壺ですね。この色合い、この造形。素晴らしい。大枚叩いた甲斐がありましたよ。あれ、まだ解放してないやつがいたみたいだな。考えるのは後回しだ。行くぞ。むいみちゃんたち、お疲れ様。天下の人気アイドルが随分とお疲れじゃないか。ああ、そういうカヤだって全然スッキリしてないみたいだけど。スッキリ。嫌なとこついてくるな。確かに。ああ、そうだよ。正直全然スッキリしてねえ。確かに力は手に入れたけど、こいつは喧嘩に使うもんじゃない。町の人を思い切りぶん殴るわけにもいかないしな。うん。でもそれだけならいいさ。解放しても解放しても全然終わる気配がない。これは参るぜ。その感じだとむいみちゃんたちも。ああ、私たちも同じだ。まだどこかに楽園の住人がいて、そいつらが解放した人を襲ってるのか。やっぱり。何だろう。せっかくこんなすごい力を手に入れて、チカとつむぎも助けられて、これからだって思ってたのに、私たちじゃあの人にかなわない。そこまでだ。それ以上言うな。むいみちゃん。でも。クリスティーナはどんな時でも絶対に後ろ向きになったりしない。むしろ楽しいって笑うぞ。あいつの弟子なら弱音は吐くな。別に弟子ではないんだけど、でもプロデューサーにこんなとこ見られたら、アイドルたるもの、たとえそこが戦場だろうと常に笑顔であれって怒られちゃうね、きっと。とりあえず手当たり次第解放するってのはあまりいい手じゃないってのは分かった。あ、やっぱミラを見つけるのが一番。な、何この地響き。のぞみ、この感じ、これって楽園の住人になりかけた時の嫌な感じだ。一体何が起こってん。うん、冗談だよな。嘘、こんなことって。さすがにこれはびっくりだ。頭がおかしくなりそうだぜ。何がどうなっちまったんだ。入り込みやがった。何にしろほっとけないよね。被害が出る前に倒さないと。こっちはままならないことばかりでイラついてんだ。速攻で、だけど全力でぶっ倒。ああ、美しい。僕は今ものすごく感動しているよ。巨人の星。静かに。町中にこだまする幸福の鼓動を聞いているところなんだから。見事なものだね。人々の思い出はこれほどの見事な光景を想像する。五感すべてで濃密な幸福を享受できる。こんな幸せなことはないよ。これぞ楽園と呼ぶにふさわしいとは思わないかい。ミラ、それとお前は
じめまして。僕の名はアスラ。ミラと同じく楽園の導き手だ。そうか、お前がミラの仲間か。落ち着けよ、ムイミ。ぶっ飛ばしたい気持ちはわかるが、迂闊に飛び込むなよ。あの野郎、見た目は穏やかだが、どこか不気味で底が知れねえ。ねえ、あなたたちが町をこんなめちゃくちゃにしたの？めちゃくちゃ？そうか、君にはそう見えるんだね。よく見てごらん。町はどこも破壊されてはいないじゃないか。現れたのはどれもこの町の住人の幸せな思い出だよ。言われてみれば、クリスマスやハロウィン、空も綺麗だし、確かに幸せそうな思い出しかないかも。だとしてもめちゃくちゃなことには変わりないだろう。まともな人間がこんなとこで暮らせるかよ。待てよ、ってことこいつら人だけじゃなく町までも幸福な思い出に捕らえちまったってことかよ。いいえ、私たちは何もしてはいないが、住人たち自らが変えたのよ。楽園の住人となった人たちが周りの人を自然と楽園に招き入れるようにね。町というのは住むものによって形を変えるもの。ランドソルは今完全な楽園へと生まれ変わり始めたんだ。楽園創造は水面下で進んでいたものの、君たちの抵抗のおかげで少々時間がかかってしまっている。しかしそれも時間の問題で、今はまだこの辺りだけだけど、いずれランドソル全域が楽園へと変わるんだ。住人に関してもあなたたちがどれだけ解放したところで、私とアスラで再び導くだけよ。何度でもね。だから楽園の完成をおとなしく待つといいよ。そっか、道理で楽園の住人が減らないわけね。アスラとか言ったな。お前ここまでして一体何を企んでるんだ？企み？そんなものはないよ。ミラから聞いただろう。僕らの目的は人々を幸福の楽園に迎えること。それ以上でもそれ以下でもないよ。どの口がほざいてやがる。あの魔物もどうせてめえらの差し金だろ。あれに関しては正解でもあるし不正解でもあるよ。あれもまた楽園化が進んだ際に生み落とされる存在だからね。だから企みと言えるのは、ランドソル建国を祝う女神の祭典の時期を狙ったということくらいだね。過去から連綿と続くこの祭典の最中に、過去の幸せに満ちた楽園を想像する。我ながらなかなかいいアイデアだと思うな。やっぱりこいつやばいぞ。過去の幸せか。その行いを絶対的正義と思い込んでるイカレ野郎だ。僕らに対抗できるほどの力を手に入れた君たちだから、僕らの理想に共感するのは難しいだろう。だが本当に未来は希望に満ちているのかな。いな、あるのは落胆と絶望だけだ。偉そうに話しやがって勝手に決めつけるな。僕たちの想像する幸福の楽園で幸せに包まれながら生きることこそ真の幸福なんだ。楽園創造は止められない。これ以上の抵抗は無意味だよ。さあ僕らと共に楽園で暮らそうじゃないか。うるさい、絶対にお断りだ。私には世界で一番悪いやつになるって約束がある。ぬくぬくと楽園暮らしなんてしてられるか。私も遠慮しておくね。
トップアイドルの座は未来にしかないんだから、こんなところでのんびりなんかしてられないよ。喧嘩屋にとっちゃこの状況は地獄でしかないな。人のいない山奥で勝手に幸せにふけってろ。悲しい、悲しいね。F7 じゃない、ドラクエ8か。理解してもらえないなんて、特に無意味。君は僕らに共感できるはずだ。ミラも君に興味があるようだし、ぜひ救ってあげたいのに。なんでよ。そうだろ、ミラ。そうね。ああ、もうしつこいぞ。何を言われても、私の答えは変わらない。みたいだね。僕ではこれ以上話にならない。だから、説得は他の者に任せるとしよう。か？やだ、まだ仲間がいるの？誰が出てこようと一緒だ。かかってきやがれ。このノエム様が蹴散らしてやる。ノエムなのか無意味なのか。それが一番会いたい人だとしても、お、祭りの裏でこそこそ暗躍してるやつがいるみたいだ。祈りのやつ、ライブ楽しみにしてたんだよ。子供を悲しませるようなやつは許しちゃおけねえよな。パズルをやれきるのか。祭りの裏でこそこそ暗躍してるやつが、お星さんがたくさんいる。せっかくミミ来たんだから。星の数か。あと3人だけだよな。
マジかよ、すごいな。このキャラ使うべきなのかっていうのはまあ問題だよな。無意味だよな、やっぱり。このキャラは才能開花ができるようですね。才能開花について説明いたします。お、星4に上がるんだ、これ。才能開花の星レベル、星レベル上げるのか。でももう一個上げられる。星5まで上げられるんだ。すごい。最高レベルまで上がった。無意味はどんどんランクアップしていこう。ストーリーもあるしな。ちょっとやってみよう、一回だけ。そういえばこれ星6まで上げられるキャラと星5までしか上げられないキャラがあるんだろうな。あげたいな。もみもみしちゃいますね。
ナキザランク3到達。おっと、ここで育成に必要なアイテムが、あ、そうだ、以下はもうニノンが諸君の草履懐で温めておいてです。まだランクアップできる。てか才能開花できない、できないな。メモリーピースが不足してるから無理なんだ。そう、星6まで上げられるキャラがあったけど、こいつか。あんまりその好みかって言ったらそうじゃないけどな。プロテクションっていうスキルを強化できる。どこまで上げられるんだ？自分のレベルまでか。まだランクアップできる。なるほど、助言解放もできる。消費マナーが4万。マナーを入手方法は、じゃあメモリーピースがないんだな。うん、とこのキャラも星6まで上げられる。強化も、もう一回レベルは上げられる。今装備してないから、これを。装備は別にないからな。ランクアップもできないし、
めでたし。出す。お、かっこいい。諸君、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。ほなもう得た。ミナに切れぬものはないで。全部スタミナの強化だ。はい、ということで無意味をついに子供イベントの無意味を初めて星5にしたね。最も星6にできるメンバーもいるようなんで、星6にできるキャラが欲しいですね。ということで、無意味、星5無意味が手に入りました。大悪党コンビの前に敵はない。ランクもっと高いのがあるんだな。すごいな、ランク。というわけで、次回かなりあの強化パーティー強化されたと思いますので、次回に向けて楽しみです。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。